はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。声を頼りにやっていきましょう。前回はですね、女の子が地下に入った途端何者かに襲われましてね、で今からちょっと助けに行くための、場所を特定するための問題をやっていこうと思います。ちょっとこの BGM がちょっと焦らされますね、急かされますね、かなり。とりあえずちょっとこれ聞くだけなら多分時間が進まないと思うので、ちょっともう一回聞いていきましょう。今売店からさらに廊下を進んでいるよ。今柱に時計が取り付けられていて5時41分で止まってる。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。あ、以上で状況説明終わり。図書室の広さはなんていうか結構広い。受付の金庫には紙が入ってて、少年は老人に言った。ここらは関係ないよね。記録再生開始。結構歩いたんね、超ここ結構歩いたんだけど、次は何かな。結構ねえ、売店がありお菓子とか雑誌とかいろいろ置いたままになってるよ。賞味期限切れ。あー、でも時間が、あはは、リノさんごめん、最近潰れた。あ、これだ。これ。わかった。ルート案内を開始します。OK。西へ進みます。声をたどってクリアー。よかった。難しいな。だんだん難しくなるぞ。目的地に到着しました。はい、ありがとう。お困りですか？おう、で、進む。森です。小部屋からスタートするんだ。え、どっち行くんだっけ？森です。お困りですか？おっと、今私私は小さな部屋の中にいるの。今それで目の前に扉があるんだけど開かないの。それで、うん、開いた、すごい、なんでわかったの？開いた。廊下が右と左に続いてる、うん、とりあえず右へ進んでみるね。右ね。わかりました。森です。目の前に目の前に手術室があるんだけど、はい、やっぱり入らないとダメ。中は暗くて、真ん中には手術台、その横には手術道具。あ、壁に大きな穴が開いてる。この穴から先へ進めそう。あ、廊下を右に進んでみるね。廊下を右、はい。売店ね。森です。ここも分かれてたっけ？全然覚えてねえや。誰かと一緒なのがこんだ。右と左に行けるんだけど、左に進んでみるね。オッケー。森です。どうでしょうか？おう、え、でもいいのそれ？森です。え、このまま進んでいいのか？危なくねえか？向こうが武器持ってたら危ねえぞ。え、いいのこれ？え、明る。森です。あ、え、あ、
怖い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 。え、避けるってしたのに。これやっぱあれだよね。武器いるよね。武器、なんか手術室になんかあったような感じなんだけど。森です。お困りですか？手術室、これあれかな、他の反応すんのかな、それこれか、あいち、当たった。で、ここで、ここ手術室だよね。わかりました。で、森です。どれだろう、音声ちょっと聞いてみよう。目の前に手術室があるんだけど、やっぱり入らないとダメだよね。中は暗くてよく見えない。真ん中には手術台があって、人形が寝かせられてる。その横には手術道具、大きな包丁とかナタとかもあるよ。ほう。あ、壁に大きな穴が開いてる。ってことはこれをとりあえず、その横には手術、お、オッケー。これこのまま、森です。このまま行っていいのかな、持ったのかな、これ、これ持ったのかな、いいの、このまま行っていいの。廊下を右に進んでみるね。これでさっきのやつやれると思うんだよね。わかりました。でも殺すことになるよね。まあでもどうなん、正当防衛でいいのかな。今右、右、何か右と左に、これでいいはずなんだよね。森です、どうでしょうか。ちょっとセーブしとこう。さあさあさあ来い、こっちにもナタあるぞ。森です。はい、はい、はい、はいよ。いいのこれ。俺殺しちゃったよ。殺しちゃったけどいいの。セーブ、はいはい、セーブします。で、で、で、接触。え、でも接触していいの？やっぱり。なんでって思ったでしょう。あなたはルールを破った。ルールその7。電話をかけた相手はお前の声を聞いて判断し手助けをする。声を聞いて判断しろというルールだったのに、声ではなく私の姿を見てあの子だと判断してしまった。残念ね。さようなら。はい。え、でもこれ、え、でもまたこれやられるんでしょ。ちょっと待って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 、あなたはルールを破った。死のループじゃないかこれ。ルール声、あかあか、声で残念。どうすんだこれ。いや、もういいよ、もういいよ、もういいよ、もういい。
あー、そういうことね。はあはあはあ、よかった、適当に押してよかった。私が電話していた相手なのかどうか疑ったね。声を聞いてわかるでしょ。私はあなたが電話をしていた相手ではない。あら、そうなの？正解。よく疑ったね。よく気づいたね。これでゲームは終わり。あー、終わっちゃったか。あの子はどこだって？あの子のことを心配するよりも自分の心配をした方がいいんじゃない？え？それじゃあね。え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？お、クリア？ちょっとなんか、おっと。怖い怖い。声を頼りに、逆に。声を頼りに、声を頼りに。はい。え、声を頼りに。はい。え？お？あ、頭殴られた。え？しっかりして。誰？あ、オッケー。先に行けって。バカ、あなたを置いて行けるわけない。あなたは約束を破らなかった。私を助けに来てくれた。だから私とあなた一緒に脱出するの。わかった。行くよ。わかった。はい。オッケー。よし、階段を登り切ったよ。あ、来たよ。どうすんの。あいつ追いついてきてる。捕まってこっちに逃げろ。はい、了解。扉を閉めるよ。オッケー。いやー、あいつが扉
はい、了解。はい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 、タプ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 。やばい、開けられる。なんか重たいもん、重たいもん。私が扉を押さえておくから、あなたは先に次の部屋へ進んで。逆じゃね、俺じゃね、俺が押さえとく方がいいんじゃない？はい。分かってる。でも私、分かった。あなたは目が見えないでしょ。うん、私はあなたを見捨てたいなんか絶対にしない。二人で脱出するの。オッケー。私が声であなたを誘導するから、あなたは私の声を頼りに。いい？オッケー、はい、わかった。するよ。わかった。状況説明開始。正しい場所をタップ。はい、はい。で、え、どういうことこれ、え、どういうことこれ、どういうことこれ、え、これちょっと、右下だよ。右下、下だよ。はい、オッケー。で、右下、はい、はい、右上上。よし。やばいよこれ。これやばいよ。左上。その調子。おお、やばいよこれ。あと5回しか無理だよ。右下。左だよ。左。ここでよ。はい。え、まだ？まだ？嘘。あと1回しか無理だよ。右下。あ、ダメでした。扉が突破されて、あいつが入ってきた。ちょっとこれ何もヒントないのつらいな。マジか。状況説明開始。マジか。正しいタップ、はい、右上に行って、はい、左上、はい、よし。続き行って、じゃあ今度この辺、左上、はい、左下に行って、はい、下だよ、はい、え、まだ下。他は？左下だよ。はい、よし。他は？続いて左上。下に行って、その調子。オッケー、あと4回だよ。でも左上。やばいよ。右だよ。あ、ダメです。これさ、ヒント出てるの？俺気づいてないだけかな？え、このだけでどう判断するの？一回じゃまず無理だよね。はい。ごめんなさい、増やします。増えた。増えた。やった。はい。左に行って。右、あ、行き過ぎた。はい。右行った。はい。じゃあこの辺、左下、ここでよ。右上、あ、ここは。やるかい、その調子。次は上、よし。
次は右、ここ左に行って、あ、ここ右2回言うからさ。続いて、はい、右下、右下、続いて、うん、左下だよ、左下、左下、左下、上、上、上、ここ左で、ここでよ、やばいよ、このまま進んで、あ、あ、扉開けたら次の部屋に入れるよ、オッケー、早く、おお、鍵、鍵、鍵は、さっきの部屋の扉が突破されたみたい、鍵は、鍵、ねえ、非常口が見えてる、あの非常口までたどり着けばここから出られるよ、私がここの扉を押さえておくから、またか、あなたは私の声を頼りに非常口までたどり着いて、またか、またなのか、状況説明開始、マジか、お、もうちょっと増やしていい、あ、増やせねえや、はい、左下に行って、はい、下、はい、下だよ、え、まだ下、下に行って、まだ下、この調子、左下だよ、はい、限界、よし、オッケー、次は右上、はい、左だよ、左、ここ続いて、右上だよ、右上、右だよ、右、その調子、ここ、オッケー、左下だよ、左下、この辺、右、右、その調子、オッケー、続いて左下に行って、左下、右下だよ、はい、右下、オッケー、あ、まだ左、左、左、はい、左、はい、ここ、はい、二人でここを出よう、そうだな、あと8回、お、まだ右上だよ、右上、はい、左上、左上、ここ、オッケー、オッケー、オッケー、鍵かかってない、大丈夫これ、そのまま扉を開けて、おお、開いた、非常口の扉が開いた、私もそっち行く、オッケー、待ってるぞ、捕まって、走るよ、やった、外、外に出たよ、走って、オッケー、やった、病院の外に出たよ、人、人がいる、ねえ、助けて、待って、大丈夫そいつ、聞こえる、助かったよ、外に出れたんだよ、大丈夫その人、しっかりして、ねえ、オフ、私倒れた。クリア。これまで状況をセーブしますか。はい。はい。お？お、この子か。あ、目が覚めた？お。よかった。あの後、警察に保護されて病院に担ぎ込まれたんだよ。あなた、何時間も眠りっぱなしだったんだから。いや、そりゃこんな体験したらね、痛いとことかない？むしろあなたの方がすごい大変じゃなかった？大丈夫？いや、痛いとこはない。何よ、黙って人の顔をじろじろ見て。ちょっとやめてよ、恥ずかしいでしょ、とにかく
目が覚めてよかった。それじゃあ。大丈夫？もうつかまんなよお前。捕まんなよ。あ、なんか、ん？なんか出た。もしもし。あ、私の携帯電話からかけてみた。びっくりした。おお。なんか直接喋るの恥ずかしかったから。なんだそりゃ。恥ずかしがりや。うるさいわね。いいじゃない、電話で。とにかくちゃんとお礼が言いたかったのよ。いや直接言えよ。電話を切らないでいてくれて、私を助けてくれて、本当にありがとね。いいえ。多分私が今ここで無事に立っているのはあなたのおかげ。ありがとう。どういたしまして。なんか久しぶりに電話した感じするよね。ついさっきのことなのにさ、今後もさ、その今後も電話してきてもいいしさ。私も電話するかもだし。うん、分かった。待ってるよ。はぁ、ちょ、なんで笑う？笑うな。いや、笑うでしょ。ツンデレやと思って。いやー、ということで、声を頼りにね、無事クリアいたしました。ね。なかなか、面白いゲームでしたね。でですね、こちらの声を頼りに、一応実は続編というか次の同じタイトルで、声を頼りに SP だったかな、があります。そちらの方もゲーム実況しようと思っておりますので、乞うご期待。ではもうしばらくエンディングをお楽しみください。ああ、3人目でクリアされちゃったか。次はどんなゲームにしようかな。お前楽しみ。お前お前、グッドエンドクリア。2時間29分7秒呼びかけた回数292、あなたの信頼度 100%。 はい、ということでね、無事クリアいたしました。なんか他にもエンディングがあるそうなのでね、よかったらプレイしてみてください。はい、次はですね、こちらの声を頼りに SP でお会いいたしましょう。じゃあねー。